こんばんは。やっほー。あ、そう、ツイッターで23時から配信しますって30分前ぐらいにツイートしました。急にメールで送れなかったけど、こんばんは。やっほー。あ、見てくれた？ありがとう。やまいさん、お疲れギフトありがとうございます。今日は上総さん、タワーありがとう。ありがとうございます。タワーありがとう、ありがとう。今日は PR 舞台の発表の配信が LINE ライブであってありがとうございました。 LINE ライブ見てくださいましたか？かだけ残っちゃった。ハッシーさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。私ウィンクをずっとしてなさすぎて、ウィンク、あ、意外といけた。いっこさん、お疲れギフト。柴田さんも、くす玉ありがとうございます。そう、 PR 舞台は7人には選ばれなかったんですけど、本当に応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとう、本当にたくさん。柴田さんも、お疲れギフトありがとうございます。本当に、なんだろう、たくさん温かい言葉とかもかけてもらったし、ちょっと負担をかけてしまったりもあったと思うんですけど、あったと思うので、本当になんだろう、申し訳ないなってすごく思うんですけど、またその応援してくださる思いに返していけるように頑張りたいと思います。ありがとう、本当に本当にありがとうございました。皆さんと一緒に目指せて、はい、よかったです。ありがとう。ん？あ、キクちゃん、くす玉ありがとうございます。くす玉ってこんな形だったっけ？ありがとう。よしひこさんも、皆さんギフトありがとうございます。そう、なんか、あ、そうだ、5周年コンサートも延期になった日が決まりましたね。そう、新公演とかもいろいろ発表もあって盛りだくさんだった。翔一さん、クマありがとうございます。クマありがとう。そうだね、7月でしたね、5周年。7月10日かな。そう、またグリーンアリーナで、グリーンアリーナでできるということで、ぜひ一緒に楽しみましょうね。新公演も始まりますね。花は誰のもの公演、
鼻だれとか略されるのかな。そう、僕隊とかももう終わっちゃいますね。千秋楽が7月何日だったっけ。でも発表されてたね。ねえ、もう2年間ぐらいかな、ずっとしてたから。終わっちゃうんだってちょっと寂しいですけど、楽しみましょう。次、一番近い僕隊が6月の4日かな。僕隊を噛み締めようと思います。そうだね。あ、そう、あ、そうだ、私ペンライトを変えてからまだ一度も公演があっていないので、6月4日が初めての公演になるかな。オレンジオレンジオレンジ。メイクさんもナナリー知ってたのって。あ、そう、今日この髪型はコードギアスのナナリーちゃんみたいにしてくださいって言って言ってしてもらいました。後ろがね、可愛いんですよ、リボンみたいになってて。あ、でも本当はなってないの。ナナリーちゃんはリボンみたいにはしてないんだけど、ちょっとリボンみたいにしていただいた。初めてかも、こういう感じの髪型は。そう、私どんな髪型にしたいかってよくわからないから、アニメのキャラで例えるのなんかいいなって思った。これからしよっかな、そう言おうかな毎回。そう、リボンみたい、リボンになってる。そうだよ、ナリーちゃん前髪ないね。一瞬ね、私もね前髪分けようかなって思ったけどやめました。ちょっと冒険しすぎか。小林さん、千畑さん、似合うギフトをありがとうございます。そう、生誕 T シャツできました。生誕 T がもう販売中かな、販売中です。いつまでだったっけ、5月の20何日だっけ、20、あ、6なの、私の、え、何日だったっけな、28とかじゃなかった、26なの、 26? あ、26なんだ、ありがとう。26日まで販売受付中ですので、ぜひあれは自画像じゃないです、空想上の人物、オレンジっぽくしました。おかけろさんにも買ってもらうって、なんかね、買おうかなって言ってた。
私ってもらえるのかな、どうなんだろう、買わなきゃいけないかな。そう、ペンライトカラーも変えたからオレンジっぽくした。テロップ加工。もうそんな時間かって、じゃあそろそろかな早い。お花つけがち、 iPhone の絵文字のお花使いがち。あの黄色のお花とかツイートするとき結構使っちゃう。お花のバリエーションもうちょっと増えてほしいは分かります。分かる、お花はね増えてほしいよねなんかもうもっと欲しいよね。10種類ぐらい欲しい。あの虫の絵文字よりお花が増えてほしい。個人的に欲しいのがあのハートの水色。そう、虫豊富だよね。虫の絵文字豊富だよね。やめてください、虫の方絵文字打つのやめてください。いや、そんな使わないよね。今ねお花がお家にいっぱいあるんですよ。あの熱血テレビの時にいただいてやめて虫、あ、蜂で思い出したけど、あの本当にいつだっけ、昨日だっけ、なんかね玄関のドアの前に蜂がいてなんか地面でずっともぞもぞしてるんですよ。スズメバチかわからないけど、すごいね、あのもうザ・ハチみたいな黒と黄色のっていう。そう、飛んでなかった、飛んでなくて歩いてたの。多分弱ってたんじゃないかと思う。でもその近く通ったら、近くっていうかこうドアとか開けたりしたらその蜂が飛んで刺されるんじゃないかって思って、もうしばらく本当にもうずっと立ってた蜂の前にそしたらやっとちょっと横にずれてくれたから、その隙にあの家には結局入れたんですけど、どれぐらい立ってたんだろう、
かない10分とかは経ってないのかもしれないけど、なんかもう本当に永遠のかのように感じました。もう永遠に私は家に入れないのではないかと思って、もうそう体感1時間ぐらいだったけど、多分5分ちょいぐらいだとは思うんですけど、もっとかも、どうなんだろう、体感1時間睨み合いはしてない、もう本当に真顔で立ってた、もう本当にもう真顔え、どうしよう、え、5分もない、本当きっと3分、あれは3分だったの、どうなんだろう、でも本当に1時間かと思った。メルシーさん、お疲れギフト10個ありがとうございます。結婚してギフトってずっとあるの？ちょっとでも私と結婚はしない方がいいと思います。さやかて工藤、そうチリパもありました、リコちゃんと。私アリアリ STU もありました、アリアリアリオもありました、ラジオ。楽しかった。さやかて工藤浸透してないのかな。結婚してギフトありがとう。とかじゃない、いや、本当に結婚しない方がいいと思う。私は多分一生できないと思います。なん、スズラン、ありがとう、スズランギフトあるんだ、かわいいね、スズラン、スズランってかわいいよね。ラジコで聞きますって、ありがとう。ラジオ収録は好きなのって、でもなんか空気感好きです、収録の時の。なぜって、多分だって私、でも人と住めないかもしれない。不適合かも。そうなの、リコちゃんとね、何気に初のお仕事なんですよ。お仕事で2人でお仕事っていうのが今まで一回もなかったから。そうなんですよ。
公式ユニットになるかな。そう、今日私ラジオでチリパで言ってたじゃないですか、工藤さんが噛んでくるって。今日も噛まれました今日も噛まれた。そういえばちょっとなんどうにかしてくださいいや愛されてるとかそういうのじゃないと思います。噛み返そうってからし塗っとくのそれは私がずっとベタベタでいなきゃいけないからやだな確かに佐竹さんにチクったらよかった。なんでもないです。今時間見てなんか23時ってことにびっくりしたけど、そりゃそうかってなった。そりゃそうか。なんかこの時間に配信するのは久しぶりな気がする。最近ね、朝方じゃないんですよ。本当に朝方じゃない。もう朝方ではない。もうどうしよう、朝方じゃないんです。本当に朝方じゃないなって感じ。だから全然、あ、でも今日は普通に起きました。9時とかに。9時半とかに。でもなんかね、もう夜型なのかもしれないなってちょっと思いつつあるけど、なんかもう DNA で決まってるのかもしれないと思いつつありますけどいや思ってはないな、なのかもしれないかもと思い、かもと思いつつある、ん何を言ってるのか分かんなくなってきた。そうだね、家族っていうか実家の時はみんな寝るの遅かったです。普通に、どんなんだろう、あ、でも、遅かったのかな。
2時とかだった気がする。これ遅いのか。でもそうですね、あまりもう記憶がないけどそんな感じだった気がするあ、遅いかな、これは。いやもうみんな普通に寝るのが遅かった気がするもうだから電気がなかなかずっとついてるみたいな。あ、同じくらい、同じくらい。あ、じゃあもう習慣か、もうずっと生まれてからの身についた習慣なのか、習慣は変えるのが難しいのかもしれない。電気代かかるねって。でも私基本一人の時は電気はつけないんですよ電気つけなくて、暗闇にいるので、ちっちゃいスタンドの電気はつけますけど、だからそんなかからないかも。ろうそく生活にしたらもっとかからない。あ、一緒？なんだろう、なんかさ、電気つけたら落ち着かなくない？なんかさ、明るかったらさ、なんか明るってなの？ならない？家でダンスの練習するときとかも真っ暗の中してます逆になんか、そうですね。だから今すごくこれは結婚できないって言われてる。あ、そうでしょ、電気つけたら多分怒りますよ。あ、消して電気ついてたら落ち着かないでしょテレビね、私見ないんですよね、本当に。もう見ない。昨日だっけ、昨日ドラえもんを見るために久しぶりにつけたぐらいですそうなんですよね。あ、コナンもね、流れで見たスパイファミリーとかね、アニメはね、タブレットで見てる。ほんともうドラえもんしか見ないな、テレビ。あのね、ドラえもんの後にさドラえもん、ドラガオじゃんけんドラガオじゃんけんってわかりますか？その話が終わった後にじゃんけんがあるんですよじゃんけんがあるんですけど、なんかね、そう、 D ボタンで参加できるんですけど、それ私見れる時毎回してて、私ずっと最近もう3週連続とかずっと負けてて、もうダメだって思ってたんですけど、昨日は勝てましたという褒めてください、勝てました何この報告何この報告謎報告。いや、本当に褒めなくていい。
本当に褒めなくていいよ。すごい生きててよかったって思いました。何の話してたっけ、何の話してましたっけ、これ。何の話してたっけ。あ、電気をつけないっていう話か。そうそう、ハッシーさん、いいねギフトありがとうございます。そうだから今は明るすぎて、ちょっと明るすぎるこの部屋は、このなんていうの、このリングのライトとかも置いてるから明るい、明るい。そう、明日月曜日か、月曜日がやってくるぞ。頑張りましょう。そう。スポットライトはちょっと眩しすぎるのかもしれないです。月曜日乗り越えましょう。なんかいつだっけ、4日前ぐらい月がすっごい綺麗だった、綺麗だった、なんか黄色かった、見ました。急に4日前の月の話をしだす。すっごい綺麗だったよ、パワー感じた。そう、多分なんとか満月だよね。何満月だったんだろう。なんちゃらムーン、毎月違うよね。なんちゃらムーン。フラワームーン、フラワームーンだったの。さやからムーンって何。あ、フラワームーンだったんだ、5月。へえ、そう、なんか毎月違うよね、フラワームーン。でも何ムーンがあったかって言われたら一個も出てこない。なん、あ、今月は、うん、セーラームーン。ストロベリームーン、あ、ストロベリームースって書いてるのかと思った。ストロベリームーンはなんかあったよね、あった気がする。
そろそろ終わろうかしら、終わろうかしら。夜遅いけど話してくださってありがとうございました。ありがとう。また会いましょうということで、誕生を読ませていただきます。13位、翔一さん。12位、ハッシーさん。11位、カズさん、さやかりん倒し。10位、お、10位、小林さん。9位、ロールキャベツさん。なんか物足りないなって思ったら、ありがとうございましたを言ってなかった13位、翔一さん、ありがとうございます。12位、ハッシーさん、ありがとうございます。11位、カズさん、さやかに楽しい、ありがとうございます。10位、小林さん、ありがとうございます。9位、ロールキャベツさん、ありがとうございます。8位、ふずきちさん、ありがとうございます。7位、いっこうさん、ありがとうございます。6位、ハーツさん、ありがとうございます。5位、ビルマさん、ありがとうございます。4位、ヤマイさん、ありがとうございます。3位鳥さんさん、ありがとうございます。2位千畑さん、ありがとうございます。そして1位かずささん、ありがとうございます。ありがとう。タワーのお礼はまた後日書かせていただきます。ありがとうございます。そして本日の大吉さんはミュー太郎さんです。ありがとうございます。おめでとうございます。今月大吉、ありがとう。ね、大吉だとすごいいいですね。おめでたい感じ。皆さん本当に PR 舞台の応援、本当に本当に応援してくださって、投票してくださった方々ありがとうございました。私を信じて応援してくださって本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう。ありがとう。また返していけるように頑張ります。ということで、じゃあ今日もありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。